こんにちは。はい、日曜日のね午後ですけどいかがお過ごしでしょうか。はい、では本日もねミラクルを起こして楽しい時間を皆様とご一緒に共有させていただきたいと思います。では宇宙人ミシコのはいミラクルワールド始まります。今日さちょっと曇ってるけど、はいはい、ねえなんか桜もお花見行きました？特には行ってないんですけど、道歩いてる時に写真撮ったりしました。そうですよね。キンジュとか結構咲いてますもんね。そうですよね。まあ今日ちょっと雨っぽいんですけどね。ところで先日ランチ会めちゃくちゃ良くなかったですか？最高でしたね。最高でしたよね。はい。月1回ね私とも昨日会った仲間たちとねランチ会してるんですけど、まあ本当映像今流れますけどね、本当スカイツリーがね目の前だったんですよね。そうなんですよね。あ、本当に素敵なね。いや私行ったことないんですよ実はこの店も。あ、そうなんですか。一度も行ったことないんですけど、毎回ね、西子さん本当にいつもいいところね見つけてくれてっておっしゃってもらえるじゃないですか。いや本当行ったことないし、ちゃちゃっとこうね折ったらポンと出てくるんですよ。それこそ引き寄せって感じでポンと出てきて、あれここかなと思ってクリックしてそれだけ。私本人が行ってみてびっくりしたんです実は。すごいじゃん。だって目の前ですよね。本当にそうです。前回窓際じゃなかったじゃないですか。何人か覚えてます？前回私行ってなかった。あ、そうだ、そうだったんですよ。窓際じゃなかったのでちょっと窓際じゃない人がちょっと寂しい思いしたかなと思ったので、今回全部ね窓際ということでそれをテーマに見つけたこのレストランだったんですけどね。すごかったですよね。ちょっと個室みたいになってて、はい、もう私たちだけの空間みたいな。本当宇宙空間ですよね。まさにね、まさに宇宙空間ですよね。もう天気も良くて、あとふかふかでしょソファ。全部ソファだったよね。もうリラックスできる感じ。リラックスでも本当ね、まあ席はどうしてもね4名様だけということでちょっと無理やり2名プラスしてもらったんですけど。隣も置いてましたけどね。やっぱりルールがあるんでしょうね。そうですね。しょうがないんですけど。マンボウの1日前でした。翌日は大丈夫だったという。でも月曜日だしね。でもなんかアフタヌーンティーみたいなお料理が出てきて、すごいねテンション上がりましたよね。驚きましたね。ツリーの中にいっぱいこう今写真出て画像出てますけど。いっぱいあるんですよね。いろんなお料理がね。私も最高でした。大体高層ビルとか、あと車窓、車窓見たりするところって波動高いんですよ。高いところに行ってって言うんですよ。高い場所に、高い場所で、しかも高いところに自分たちがいるっていう感覚の窓際がいいんですね。ミラクルを起こしてほしいんで、私のつながる人はすべてに、もう自分だけミラクルを起こして申し訳ないじゃないですか。私ミラクルの塊なんで、分けてください。本当ですよね。あと私とつながる人、あとこの番組とか応援に来ていただける方とかね、デッサン会に来ていただける方、本当にねこのミラクルをね引き寄せしたいなと私は思ってますので。うわ、目の前すごいスカイツリーでしたよね。目の真ん前ですよね。もうずっとぼーっと眺めてられる感じでしたね。結構ね、サラさんも黄昏れてましたもんね。すごい最高と思ってね、親族をね。はい。もうなんかいらっしゃったメンバーの方々もいつもなんか楽しい方たちだから。結構選んでますね、私はね。さすがみちこさん。やっぱり気持ちのいい人とね、食事って大事じゃありません？一人でもね、ちょっとえっていう方がもうね、えってわかんない。多分感性の問題でいい悪いはないと思うんですよ。私たちの感性にね、合う方が多分今日今回も来られたと思うので、本当にいいお時間をね過ごさせていただきましたよね。いや最高でした、私も自分自身も。良かったです。また楽しみにしてますよ。そうですね。一応第3のね日曜日にランチ会しようかなと思ってますので、いや良かった。でね、どうですか、もうそろそろゴールデンウィークのこと考えません？そうですね。もう来月ですね。もう来月ですよ。そういえば来月なんですよね。うん、本当思った、このランチ会ももちろん第3ね、日曜日に開催するんですけど、はい、ゴールデンウィークってなると、また違った意味のね、ランチ会したいなと思ってるんですよ。でそこで何を思ったのか、はいはい、ね、沖縄ってね、まあ、降りてきたんですよ私去年。はいでそこで、私コーディネーターの仕事もしてますので、アートコーディネーターですね、まあ、皆さんと一緒にわーっと提示してるだけでね、頼りないコーディネーターなんですよね、まだまだねコーディネーターの仕事してるんですが、今度ですね5月の3日から8日、沖縄でなんと、展覧会があるんですよ。皆さんと一緒にフラワーガーデン展ってね、第6回なんですけど、前回ホテル日光さんでね展覧会したんですけど、今回沖縄ですごいフラワーガーデン沖縄で上陸するんです、はい、そして今、参加作家さんをお呼びしております、はい、もうどんな方がねいらっしゃるかっていうのがちょっと映像流れるんですけどね、もういろんな方約20名の方がねダンサーの方と結構いらっしゃいますね。そうなんですよ。前夜祭もありますね、2日からすごいお祭りもうだってプールがプールサイドでバーベキューよ。サイラさんも来ればいいのに、5月2日どうよ。行きたいところですけど、ちょっとそうなんですよね。皆さんね、気持ちは行きたいです。そうでしょ。気持ち行きたいよね。もう Facebook でバンバン映像流しますからね。楽しみにしてます。でダンサーの方いるんです。マキネさんとユミさんのカップルっていうかご夫婦がいるんですけど。すごい方なんですよ、この方も実は。私、普通に呼んで、私、すごい方でもなんか、もう宇宙人じゃないですか、ほとんど。普通に喋っちゃうとかすごいんですよ。で、普通にまた来てもらうとこがね。で、その方はね、お呼びしてまして、ダンスもね、このプルバーでさせていただきます。なんと、那覇の、那覇ロイヤル、どこだ？すいません、今出てこない。那覇のギャラリーの、展物館のギャラリーの目の前なんですけど、なんと私は宿泊を10日するんですが、那覇ナンバーワンのホテルだったんです。検索したら超有名なホテルだったという偶然です。これも引き寄せ、これも引き寄せなんですよ。ね、ミラクルばっかりでしょ。もうよくわかんないというか、引き寄せばっかりして私ね、もう感性だけで動いてますからね。あんま頭じゃ動かないですよ。頭で考えないと、このね、心とかね、感覚で動いてるので、すべて。このお洋服もそうですよ。足向くとこで買おうと感じ。すごいですか？ここってただ歩いてて、ピクッてするところで止まると、あら、いいじゃないっていうの出会うんですよ。そんな感じなんだよね。もうミラクルっていうか引き寄せで生きてます。ほとんど。すごい。今日のお洋服もすごい素敵ですけどね。あ、これももうビビッときて、ビビッと思ってもね、これで着慣れないからね。ちょっと落ち着かないですけどね。私本当は今日オレンジと白のマーメイドのジーンズのロングスカートのオレンジだったんですよ、今日服が。ですが今日はちょっと肌寒いのもあって、このお洋服でね、あと沖縄といえば合うじゃないですか。それをちょっと意識しました。そしてですね、皆様ズームですね、ズームなんですけどね、沖縄の作家さんを今お呼びさせていただいておりますので、呼んでおります。縄のね展示に参加作家さんをお呼びしておりますので、はい、どうですか皆様、こんにちは。本当当日ねよろしくお願いいたします。はい、とにかく気持ちワクワクで楽しく過ごしていただきたいと思います。お一人ずつなんですけど、動画の順番ですね。うん、まずはですね、今日のゲストでもありますね。ちょっともしかしたら順番なので、ミュートにされた方がいいかもしれないですね。他の人発信しない方はミュートの方がいいかもしれません。声聞こえるかしら。うん、自分の番じゃない人はミュートで、まだ、はい、お願いします。帰ってきました。はい、では、第1番目なんですけど、今日のスペシャルゲストでもあります、国際的アーティスト、小春さんより、皆さん1分程度しかお時間のないの申し訳ないですけど、PR をよろしくお願いいたします。小春さん、お願いします。つながってない。あれ？これさんつながってない。これさん。これさん。ゲストさんだからね。よかった。自分のことすいません。あ、そう、ゲストさんだから。はい。簡単なご挨拶と沖縄の方でも、皆様に PR をお願いいたします。あれどうしよう。小春さん聞こえてますか？はい。1分間ですけど、ゲストさんなんですがよろしくお願いします。私の簡単なご挨拶と沖縄に対しての気持ちを教えてください。ごめんなさいね、あんまりよく聞こえてなかった。はい。自分の紹介すればいいんですね。はい。はい。はい。小春です。バラのアーティスト、ローズのアーティストの小春です。正式なアーティスト名は、小春 KOHARU のローマ字と小春の漢字の、名前が私の正式なアーティスト名です。ニューヨークと上海で制作と、活動を続けてきました。で、私のプロフィールとしては、以前にちょっと面白い、テレビ東京のかーちゃんに会いたい番組で、出していただいた中に、50歳前にちょっと家出をしてニューヨークに行って、そしてその後に、その中にいろいろな制作動画、このタイプの制作動画なんかが中にありますので、私の小春アート .com のホームページ、見ていただけたら、そのちょっと面白おかしい、かーちゃんに会いたい動画が見られますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。小春さん、ゲスト、スペシャルゲストで後から皆様お話しっかり聞けますので、お時間ある方は聞いてみてください。はい、はい、続きましてね、動画の順番なんですけども、はい、次はセシリア・カオルさん、カオルさん。セシリアさん、こんにちは。はい、こんにちは。見えてますか？はい、聞こえてます。はじめまして。美智子さん、ありがとうございます。今お話しされた小春さんの高校の後輩であり、同じ先生に学んだセシリア・カオルと申します。セシリアという名前はクリスチャンのネームです。で、私の活動はですね、まず今ニューヨークに本部のあるインターナショナルのアーティストマイケル・ラムが設立した VIPAA というインターナショナルなアーティストで構成されているアソシエーションのメンバーです。で、これまで世界の12カ国の4大陸で、アートを発表してまいりました。で、私はアートを通じてのコミュニケーション、心をつながるっていうことを大切にしています。で、沖縄は特に私にとって大切な思いのある場所で、子供の頃より沖縄人に似てるねと言われて、本当かなと思いますけど、ちょっとこう昔から沖縄といえば自分の顔みたいな感じだったので、今回参加できることを本当に楽しみにしています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。セツリアでした。どうも。お願いします。次が動画の順番なんですけど、岸川さんお願いします。はい、岸川さん。こんにちは。はい、こんにちは。だいたい1分程度で皆さんお願いしますね。はい。神奈川県藤沢市在住の岸川健一と申します。ここら辺ではキッシーって呼ばれてます。作家名もキッシーで、活動してます。湘南の、幻想アーティスト、不思議な生き物造形作家と名乗って、湘南地域を中心に活動してます。主に湘南海岸で入手した流木を加工して、空想のオリジナル動物を制作してます。ここら辺にいるんですけど、こんな感じの不思議な見たことのない生き物を、作っています。これも海岸の、流木を、使って、極力あまり加工せずに、制作をしています。そんな感じで、知ってて、絵も描くんですが、いつもその空想の動物を、制作するための、イメージ画を、たくさん描いています。今回の沖縄の方には、その、僕の空想画の方を、出展させていただきます。もしですね、気になっていただける方がおられましたら、Yahoo とか Google で、岸川健一と、画像検索とか動画検索していただけると、たくさん出てきますので、ぜひ見てください。だいたい Facebook を中心に活動してますので、今ここで会った人ですって書いてくれれば、お友達になりましょう。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。皆さん後で検索してみてくださいね。次は太田さん、お忙しいから来れるかな。太田さんいらっしゃいますか。ちょっとね、今日お花火の地元で委員長やってらっしゃるんで、実行委員長やってらっしゃるんですよ。で、出れるかどうかってこと、太田さんは来てますかね。いらっしゃってないかもしれない。いらっしゃってない。では、まず太田さん来られたら、太田さんつなげます。あと、申し訳ないです。ちょっと今お見えにな、さっきいらっしゃったんですけど、お見えにならないので。太田さん出てないですよね。いらっしゃってないですね。はい、わかりました。はい、ロメオさん、木村ロメオさん、ロメオさん誰かと思っちゃった私。もうすいません。どうも、はい、沖縄の方、車の中からです。よろしくお願いします。沖縄の方です。Wi-Fi 環境が入る車が待機してました。あ、そうでしたか。申し訳ないです。今日沖縄雨なんです。雨ですか。はい、木村ロメオと申します。父親がフィリピンで、母親が、奄美大島のいわゆるフィリピンの2世です。制作は文字を使ったトリックアートを中心に活動してます。見本見せますね。こういう感じです。そういうことか。逆になってますね。ミラーでやってますので、それとか。もっとこれ、このご本人の名前がですね、先ほどのフレディ・マーキュリーはカタカナと、A 文字、クイーンの文字、あとはボヘミアン・ラプソディっていう文字で全部構成されています。またトリックアート、を専門にやってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お楽しみにしてます。沖縄の方です、皆様。お世話になります。ロメンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。瞑想で沖縄。で、続きまして、月子さんいますか。つながって、あ、いらっしゃった。1分でお願いします。はい。グループ展初参加となります。月子と申します。で、私の方は作品ちょっと小ぶりなものを4点出展させていただくんですけども、それと同時に身体表現の舞踏家さんの牧目さん、それから相良さんと一緒に私は音の方の演奏家としてパフォーマンスの方もさせていただきます。で、沖縄の方は、以前、小蛇美佐子さんのバックで演奏させていただいたりとか、私にとっては魂のふるさとのような場所でもあるんですね。3年ぶりにもう一度また沖縄に行けるっていうので、もう今から本当に楽しみで、もうワクワクしています。祈りの音を取るものとして全国各地で活動しておりますので、今回は沖縄の神々からパワーをいただいて音を紡いでまいりますので、よろしくお願いいたします。さんお願いします。5月2日前夜祭ですので、その時よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、続きまして、はい、小松原さんお願いします。本当1分程度で申し訳ないんですけど、小松原さんお願いします。はい、こんにちは。あ、聞こえますかね。大丈夫ですよ。聞こえます。はい、すみません。前回のフラワーガーデンから続きまして2回目になります。小松原です。で、僕はですね、前回もそうなんですけれども、今回も、沖縄では立体と、あと、絵も出そうかなと思ってます。基本的に立体と絵両方やるんですけれども、はい、今回、ちょっと見本見せると、立体の方、今回これを出そうかなというふうに思ってますね。はい。すごいですよ。で、はい。この前ですね、ちょうどこういう名刺も作っていただきましたので、山屋さんに。はい、作っていただきました。はい。で、ただのアマチュアではなくてですね、もう本当に、プロに近いような活動をしていきたいので、これから、もう沖縄はですね、かなり挑戦的な作品も出していきますので、ちょっと皆さんには覚悟していただきたいんですけれども、もう本当に、はい、ちょっとね、批判ももらえるような作品も出して、あえて出していきます。もうそうやって自分の力どんどん皆さんに見して、見て、どういう反応するかというのを見ていきたいので、はい、ちょっとそういう覚悟で、はい、ただ楽しむだけではなくって、本当に結構厳しい世界に入ろうと思ってます。はい、以上です。よろしくお願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では次まで木下さんすいません、どうもお世話になります。熊本在住の木下あたると申します。作家活動をやり始めてまだ6年ということで、この6年の間にはもういろいろ神社の絵馬とかこう奉納しまして、割とこのなんていうか重要文化財中心な感じで今仕事をやってるような感じなんですけど、基本鉛筆が色鉛筆がということで女性画を中心に一応描いております。で今回が初めてになるんですけども、私も今からもうどんどんプロとして活動していきたいなというふうに思っておりますので、今回これをきっかけにですね、皆様とこう通じ合えて本当に良かったと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。お願いいたします。はい、実はすごく謙虚なんですよ。超プロです。はい、皆さん、はい、超プロですから。はい。では続きまして、声がなんかハマっちゃいました。次がですね、はい、内藤敦さん、次です。はい。はじめまして。はじめましてじゃない。違うよ、みんな何だとはじめまして。つられちゃった私も。なんか私がはじめまして。あれ。なんかそうなんです。今トリプル FM に来てたりします。そうですね。スタジオも参加されてて。はい、フラワーガーデン、今回で3回目ですね。はい、確か。はい、そうですね。で、沖縄は10年以上前に来て1回行ったきりで、まさかこういう形でまた行けるようになると思いませんでした。で、普段はちょっといろんなイラスト描いてます。アニメ調のイラスト描いてます。で、今回はちょっと、どういう感じにしようかまだ全然決めてなくて、まだ全然ざっくばらなんですけど、大体こんな感じの、絵を描いていただいて、これが iPad ですけど、はい、はい、イラストレーターさんですね。イラストレーターとして、はい。なんで、ちょっといろいろと仕掛けとかも作ろうかなと思ってるんで、ちょっと、沖縄、ちょっと間違えて10日以上行くことになっちゃって。日にちね。間違えて。いやいや、ゆっくりしてください。ゆっくり。はい、わかりました。じゃあそんな感じで頑張ります。よろしくお願いします。では、桑原さんです。桑原さんいらっしゃってますか？お顔がちょっと見えなかったんですけど。あら、ちょっとミュートにしていただけますか？桑原さん、桑原さんいない？桑原さんはいらっしゃらないですね。大丈夫ですよ。もしかしたら来れないっていうことも聞いてましたので、はい、じゃあ日向さん、日向さんもいらっしゃらない。いらっしゃいます。日向さんはいらっしゃいます。日向さん、お願いします。はい、いいですか。見えない、見えない。あ、日向さん。あ、大丈夫ですか。あ、どうも初めまして。紙芝居師中の日向純子と申します。絵もお話も音楽もオリジナルの世界に一つの紙芝居を作って日本中いろんなところで紙芝居をさせていただいておりまして、今日もちょっとアリオ葛西の方で紙芝居の仕事で来ておりまして、今外で、中継しております。で、絵画の方はもう12、13年やっており、12年ぐらいになりますけれども、いつも受け取ってるエネルギーを絵に転写して人に届けてつながっていきたいということでやっております。今回は毎年作っている、チャクラシリーズで7色のものを沖縄に持っていきたいと思います。本当はね、紙芝居も一緒に持っていきたかったんですけれども、仕事中だったので、もう仕事入ってたので行けずに絵だけ、沖縄に行かせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。ではでは、またお疲れ様でした。すいません、お忙しい中。次がそうだ、あ、もうしょ、大竹さん、大竹さん、はい、お願いします。はい、大竹です。どうもこんにちは。聞こえてますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ですね、あんまり見た目に似合わないと言われるかもしれませんけれども、こういう感じのイラストを描いております。これ今年の年賀イラストなんですけれども、僕もこの年明けにイラストレーターとしてホームページ作りまして、このイラストも名刺に、使っております。やはり僕もホームページと名刺を山谷さんに作っていただきまして、名前言っちゃう。すごいですね。フラワーガーデン展は昨年に引き続き今回で、ね、2回目となります。で、沖縄に関してなんですけども、僕実は大学の卒論で沖縄について調べたことがありまして、やっぱりその時以来だから10年以上ぶりになるのかな。見た目のこの通り結構濃いめの顔つきなので、よく普段から九州とか沖縄出身そうですよね。そういうこともありまして、まあなんやかんやで少しは縁のある土地なのかなと思ってます、沖縄は。なんか日本の中でもすごい特別なところって感じがしますよね、沖縄はね。文化も歴史もすごく独特ですし、なんかすごいバイブスが上がる、特別なところだなという感じがします。作品は4点持っていきますけれども、すでに3点できていまして、あと1点、ちょっとメッセージ性の強いものを持っていこうかなと思います。残り1点だけですね。はい、そんな感じで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。なんかミキさん言ってなかったよね。はい、まだですね。ミキさん、ミキさんお願いします。ミキさん、声届けますか？はい、届いてます。お願いします。はい、旅好きでしょっちゅういろんなとこ行ってます。世界各国、日本全国。いや、沖縄はいろんな島、もうほとんどほぼ行って、この間も南大東島に行ったりとか、もうしょっちゅう好きでね、那覇とかももうやんばるの森とかいろいろ行っています。で、もう自然とかこう動物が大好きで、ものすごく動物に好かれるタイプで、そういうのを描いたり、自然を家の中に、日本ってちょっと暗いところとか、なんかこう殺風景なところがいっぱいあるから、壁画とかもちょっとやったりしてるんですけども、壁画描いたり、まあいろいろ賞は昔取ったりしてて、長井画廊さんっていうところのなんか日本の絵画展っていうのも賞をいただいたり、あとなんか笹山では最優秀賞とかいろいろいただいたり、中国とかも上海、広州とかも賞をちょっともらったりもしてましたけど、今は本当になんかどれだけ人の役に立ってるかなっていう感じで、川越の方でイベント、先日も大きなイベントに参加してきて、4メーターくらいかな、描いてきました。そんな感じで、今回初参戦させていただけるのは本当にもうありがたいご縁だなと思って感謝して参加したいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちかさん、ちかさんって呼ぶのかしら。私まだお会いしたことないですね。内藤さんのご紹介なんですけど、ちかさんっていらっしゃらない、ね。ちかさんいらっしゃらないみたいですね。はい、ちかさんいらっしゃらないようです。今日はいないですね。あ、そうでしたか。わかりました。じゃあ南さん、南さんどこだ？南さんいるでしょう。いない。あ、いらっしゃいます。いた。美人さんがいたからね。いた。私は北の北海道出身なのに名前が南智美と申します。よろしくお願いします。私は格闘技が大好きで柔道黒帯持ってるんですけど、怪我がきっかけで独学で絵を描くことになって、そしたら絵の神様は突然来るかのように美智子さんから突然展示会のご案内をいただいて、独学で絵を始めることになりました。で、私は病院の医療職の勤務だったんですけど、そこで心理学の投影法っていうものだったり、あと東洋医学とかいろいろミックスして治療させていただいてたんですけど、その中で患者さんの治療中に映像とかエネルギーなんですかね、わかんないんですけど、映像が頭にちらつくようになってきて、でその後にダンスとか音楽を聴いたり、あと人を見たり瞑想をしたりすると映像がちらつくようになったので、あ、これは来てる。そうなんですよ。そうなんですよ。エネルギーか感じてんのかなって思い込むようにして絵を描いてみました。で、北海道なんですけど、名前が南っていう変わった人なんですけど、インスタとかツイッターもやってるんで、よかったらよろしくお願いします。お願いします。お待ちしてますね。はい。みつこさんありがとう。楽しみにしてます。お願いします。お願いします。山田さんとまだお会いしてないんですけど、山田さんいらっしゃいますか？山田さんはいらっしゃらないですね。いらっしゃらないですか？はい、ああ、やっぱりパフォーマーの方行っちゃったから、いらっしゃらない。でも実際は現場にっていうか、沖縄に来られる方ですので、沖縄に行かれる方お会いすることができますので、でまた私実は1週間前でも皆さんズームで自宅から私の事務所からズームでつなぐ予定しております。24日の日曜日あたりに、はい、また後で発信しますけど、このテレビの中だけじゃなくてもっとリアルのことを質問とかしたいので、はい、その時また送信しますのでよろしくお願いいたします。であと、はい、申し訳ございません。最後になってしまって申し訳ないんですけど、一番最後に出品を決められた方ということもございまして、小竹さん、小竹のりこさんです。お願いします。はい。こんにちは。みちこさんありがとうございます。宇宙人のみちこさんにミラクルをいただいてしまいまして、この度ですね、出展させていただくことになりました。もうミラクルだらけでありがとうございます。いや、アンデンパンタン展の作品がすごく素敵だったので、はい。はい、ありがとうございます。そちらも初出展でございまして、そうだったんですよね。そう、一番素敵だったんですね。講師にならせていただきまして、すごく今もじっくりと講師募集してるんですが、発信をさせていただきましたところ、お呼びいただきまして、で、沖縄と言いますとね、すごくね、もう太陽のイメージがございますし、私ももう何十年も前に2回ほど行きまして、3回目は台風で行けなかったんですが、急遽日本を巡るというね、そういうサプライズの旅をさせていただいたという思い出がございますので、行きたいなという気持ちもすごくございました。そうですね。お待ちしてますよ。はい。はい。それにですね、私自身すごく感性豊かということを大切にしておりまして、子どもたちから老若男女、ハンディのお子様皆様に対して美智子さんにも名刺作っていただきましたが、ストーリーテーラーという形で絵本の読み聞かせをさせていただきました。そうしましたら、そちらではですね、マミーアブックスということで、マミさんと中田社長のおかげさまでですね、ジクリエイトという企画にも参加させていただきまして、ちょっとコラボをしながら、今ちょっと発信をさせていただいております。はい。以上です。皆様、すごくね、プロの方々の中で、本当恐縮なんですが、先ほど、大滝さんという私は小滝のり子でございますが、特に親しみのある方がたくさんいらっしゃって光栄でございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんね、本当に元気いっぱいでよかったです。はい、5月の2日が搬入日ですので、午前中です。5月の3日から8日、はい、思い切ってね出ましょう。はい、そんなわけで、はい、今日はね、ありがとうございました。ね、どうでしたか。すごいなんかエネルギーすごくないですか。私あんまり絵のこととかは詳しくないんですけど、皆さん全然違うんですね。というかアーティストと言っても本当に様々で、そしてですね、この中でもとびっきりスペシャル国際的なアーティストさん、小春さんをお呼びさせていただいてるんですね。本当短時間なんですけど、皆さんまだズームつながってる方は本当作家さんもぜひ小春さんのお話とか聞いていただきたいなと思います。こんな感じの方です。ありがとうございます。まあね、ちょっと小春さんを簡単で本当申し訳ないんですけど、縮めてどんな方かをお伝えさせていただきたいんですけども、ニューヨークと上海を拠点にバラをテーマに版画作品を制作をされていらっしゃいます。で、東京芸術大学作同学院の、大学院を修了されております。で、50歳からですね、ニューヨークでのフェローシップ。スカラーシップを得て作品を制作。2010年上海万博国際科学と芸術展ブース展示に招待され、で2019年ニューヨークのギャラリーマックス賞に登録作家となられ、9月度の1ヶ月の個展を開催をされました。はい、でテレビ放送ですね、 NHK の「母ちゃんに会いたい」というテーマの放送の中の制作動画もございますので、後でテレビ東京でございました。大変失礼いたしました。テレビ東京で放映されてらっしゃいます。もう2回ほどですよね、放映されてらっしゃったのが、はいはい、特別番組で NHK もありましたよね。私それ確か見てるかなと思いましてNHK の方もございまして、あと作品シリーズですね、私は精神的なパニックを抜け出すための必死とニューヨークで制作をしていたその時に2001年9月11日同時多発テロが重なりました。その衝撃から生まれ出た作品を長いこと展示をすることを躊躇しましたということですね。で昨年フェローシップを受けメイン州ヘイスタックの制作工房でブックアートの制作を作り上げたことから今回は展示作品ができなかった作品を新たな形で進化をさせ、そこから自分を抜け出せることができましたということです。で、作品小春の心の変革を見ていただくこともできますので、はい、プリントページ、カラーページなどということでね、小春さんと検索していただけましたら、たくさんずらっともう出てまいりますので、皆さんこちら終わりました小春さんって小さい春でございますね。こちらを検索していただいて見ていただきたいと思っております。はい、小春さん本当今日はありがとうございます。来ていただきまして、いやもう。沖縄楽しみですね。沖縄楽しみですよね。本当もう古品を出していただくってことになって、私も持たせていただいてるんですね。小春さん作品を思わずね部屋に飾りたくなっちゃうという女子だったらもうたまらない作品でしてね。実は思わず手に取りたくなるような作品なんですけどね。作家さんもいろんな作家さん出られますのでそれぞれに良さがあるんですけども、でどうですかね。最近はどのような感じで小春さん活動されていらっしゃる？ちょうど今ね画面に出てますからね、はい、ちょうどこのモノタイプのニューヨークで作った作品の、はい、それが、神奈川県のふるさと納税に使われることになりまして、はい、これを持ってきたんですけれども、これがふるさと納税の作品として。バラなんですね。バラなんです。バラの、モノタイプのバラの作品の上に、これが新しい、ドットをこう入れたものと。あれにも出て、カットして、中に紙を差し込んだような作品とか、そんなものも作って。これも、そこのとこの横浜スカーフ工房というところで、全部。こういうハンカチとかこういうものを最近今まではこういうことはしてなかったんですけれども、そうですね、こんなものを作ってなんかグッズ的なものもなんかこう作るような形になりました最近は。すごい素敵。はい。そうなんですね。わあ素晴らしい。なんか思わずね女子だったら本当手に取っちゃうような作品でしょ。どうですかサーラさん。なんかこういうものの方が。私たち身近で買いやすいというか、そうなんです。手元にね、それでも首にちょっとこう巻いたりとかできちゃうので、気楽にこれそれで結構これあれしたら壁にかけて、このまんま作品として壁にかけてるっていう人がいたので、それも面白いですね。あとテーブルのところにね乗っけたりとか。いろいろ使えますよね。使える可愛いというかもう華やかですよね。ちょうど今出てる作品のシリーズですね。今度出していただくのはそうなんです。あちらのシリーズをもう沖縄の方で10点ぐらい並べて壁面に飾らせていただこうかと思ってます。もうねなんか夢がちょっとありますでしょ。どうですかサラさん。もうバラといっても全部違うじゃないですか。そうですね。それはすごい雰囲気が違って可愛い可愛いですよね。もうそれぞれ皆さん良さがあるんですけど、こういう作品もってありますということで、ね、沖縄の方にね、教えて差し上げたいなと思っております。もうね小春さん本当ニューヨークとか海外で結構ね今はコロナの関係でねちょっと行けないというのがあるんで、主に行かないとかね。あれだったんだけど、私もちょっとどうしようかって考えてます。招待してもらってはいるんですけど、そうですか。やはり企画なんですよね。小原さんもちろん企画でございますのでね、海外でもね、ちゃんと合唱さんの方でついていらっしゃって。企画展をされていらっしゃる方アーティストさんですので、皆さんも沖縄に出される方フラワーガーデン出される方はね小春さんの次にね本当出るようなもう新鋭アーティストさんがきっと私は出ると思っておりますので、もう出てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどね、ニューヨークであれするときには声をかけてくだされば協力しますよ。皆さんどうですかいいでしょう、今日参加されてニューヨークでねつながり持ってらっしゃる方ですから、皆さんフラワーガーデン今度ニューヨークで行きますか、やりましょうか。私やるって言ったら本当やりますからね。やりましょうか。フラワーガーデンズニューヨーク。それは私も行きたいな。でしょ。私今また降りてきた。降りてきましたまた。降りてきたねまたね。ニューヨーク今度やりますよ。ですから沖縄は何としてもね皆さん集客ですからね。集客。命をかけて私も集客走りますんで、皆様もね。たくさんの方をお客さんをお呼びするの協力していただきたいと思います。来れない人はねSNS で本当にもうメールを送ってバンバンね。宣伝していただきたいと思いますので、これね成功したらニューヨーク行かせていただきたいと思います。はい、まず沖縄で頑張りましょう。皆さん私一人にどうぞ全部私って投げないでいただきたいなと本当ちっこいんでね、ちっこくすぐ倒れちゃうような人間なので、皆さんのお力も必要ですのでね、よろしくお願いしたいと思います。いやーニューヨークいいね、いいですね。今降りてきましたよ小春さん全然考えてなかったんですけどね、いいですねニューヨークいいですねフラワーガーデン。皆さんどうですか、ぴったりじゃありませんか。次回か来年かわかんないです。次回本当ニューヨーク行きましょう、フラワーガーデンってやっ降りてきましたよ。もういくつもいています。すごい早いですから私もね。もう決めたら早いという。まあとりあえず今は沖縄ですから。沖縄はね、本当にもうテレビとかね、新聞とか取材されるぐらいの書きつけてね、していきたいなと思ってますので、私この沖縄にもう命かけて、すべて自分の仕事もストップ、もうホームページの仕事だけはちょっと依頼あるんです。それ以外はすべて沖縄にかけるつもりでおりますので、もう。沖縄は初めてですか、沖縄でフラワーやるのは。そうですね。はい、そんなわけで早いです。もうあと1分しかなくなっちゃってねすごく悲しいね小春さん、申し訳なかった。もう今度また別口にいらしてください。ゆっくりもっとお話をお伺いしたいです。ありがとうございます。はい、そしてですね5月の2日はですね、今日ダンサーのね方いらっしゃらなかった牧目さん夫婦がダンスをねしていただけますのでね、ホテルの今で映像流れますけどね、ホテルのところですね。はい、プールバーで、あとは今日はお花見、お花見ですね。お花見とデッサン会があります。中央公園ですね、新宿のこちら13時、皆様集合になっておりますので、約10名ほどの方が、はい、参加することになっております。いらしてくださいね。はい。であとははい。プールバーでねお写真が私間に合わなかったようで5月の2日前夜祭がございます、はい、あとはスポンサーさんですね。はい、永井さんに太田さんに、はい、ホワイトニングのね社長さん、こちらも今日ねお花見にいらっしゃるようなんですけどね、はい、いらっしゃいますので、はい、ではですね、なんかすごく早いんですけども、皆さん本当名残惜しいですよね、なんとなく今日ね。そんな形で、はい、今日は、はい、第3回宇宙一美津子のミラクルワールドがね、はい、終わってしまいます。また来週じゃない、次ですね。はい、第3の日曜日お会いいたしましょう。はい、皆さん、失礼します。ありがとうございます。